また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。正確には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。あんなに小さかったのに強く。こんなに見える言葉で少し。あの感動だったってお客さんに紛れてやめたくない。格闘だったってどうしたとは言われたくないよね。何でもいいけど集中してくれ。ブレイク後半だ。
フリーズランダー地べたを這うがいい、こういう演歌だ。覚悟はいいか。フリーズランダー手が強いぞ。まあ、いらねえ。今お前を殺すための、私も混んで試してみるか。冗談言ってる場合じゃないわよ。貴様これ以上貴様は、さあ行くわよ。怪我するわよ。もう手遅れかしら。仲間を奪ったな。集中ですか。なんか来るよ。みんな備えるんだ。これでいける。いい、獣王を見抜く。兄の上空からの強襲、完璧だ。言葉はなくとも繋がっているのだな。何が繋がっている。体勢の力となる。飛ぶ相手は任せて。盤石の体勢で挑もう。まだよ、光を貫け。光を貫け。できることをやっているなら、あんたのことまで本当によかった。よく受け止めたな、俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ、二人とも、とても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに、二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっとも、そのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。
持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。私強くなったか。